お久しぶりです。お久しぶりです。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと一旦お仕事はね、はい、あ、そうですね、セーブされてたということで、はい、引きこもってました。3ヶ月ぐらい。あら、そうなんですね。お体が今どんな感じですか？多分1年ぶりぐらい、ね、そうなんですよね。だもう引っ越す前に、そうなんですよね、したのが最後で、うん、で今もう1年ぐらいはね、経つのかなって感じですね。なんで多分1年、はい、あ、ホグスターズだったんですか？1年分、あの、なんかスーパーにあるマッサージ機はやってました、ね、はいはいはい、マッサージ機を100円で5分のやつをやってました。はいはいはい、今痛いところとかありますか？気になることとかですね、うん、足がなんか寝てると最近パキパキ、うん、足がパキパキ音がそんな なって痛いなみたいな。痛い、膝が痛いとか、どの辺の足のどこが痛いですか？あ、でも多分疲れとかもあって、はい、はいはいはい、全体的に痛みがあるし、はい、なんか音も鳴ったりするってことなんですね。はい、なるほど。ちょっとまた重心がだいぶちょっと横向いてもらったらいいのかな、はい、取れてますか？この背中のラインとかが取れるといいんですけど、ちょっとやっぱこうスマホ首が、あ、スマホ、うん、なったり、ちょっとね、やっぱりこう反り腰になってしまったりっていうのが、今見ててもちょっとお腹がね、出て見えちゃうとかにはなってる感じがありますね。はい、姿勢なんかもじゃあちょっと、はい、やらせていただいて、はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、あ、じゃあ通せ、はい、これ貼ってますねそこだけなんかどうしても切れなくて、はい、痛いんですか？いや、あの、湿布余ってたんで、はい、ちょっとリハビリのつもりで貼りました。そうだですか。さっき足っていう話あったんですけど、はい、足の方に疲れを感じることが多いですか？いや、全部です、ね、全部ですか？もう全体の、うん、全身疲労ですね。なんとか生きてるみたいな。なんとか結構じゃあもう悪い方に行っちゃった感じですかね。前の方が元気そうな話が。あ、でも、うん、精神的には今の方が安定してて。そうなんですね。幸せを感じます。あ、幸せなんですね。はい、ありがよかったですね。そう、だから幸せを感じてるから、はい、まあ、はい、体痛いとかもどうでもいいみたいな。へー、幸せだからあんまり気にならないんですね。そうなんです。なんか精神力でパワーみたいな。パワー。お体が辛いのは特に、まあ、気になることもあるけど、そんなに嫌だなみたいにはなってないんですね。やっぱ本当にやばい時は温泉とか行きました。はいはいはい、はあ、はあ、あ、そうなんですね。はい、ちょっと見た感じ今ちょっと骨盤右の方が高いですね。ああ。右、この肩甲骨も右の方が高いですね。で、足がやっぱ長さが違いが出てて、はい、今右、さっき上がってるので右の方が短いっていうことで、はい、うん、こう合わせるとやっぱりかかとがちょっと、あ、うん、ここの方がね、こういう風に伸ばさないとって感じですよね。右自然にすると、まあ、少し右の方がかかとのくっつかないで上がった状態になってますね。高さがね。じゃあちょっと痛みのチェックしますね。怖い。きますね。あ、痛い痛い。もうすでに。もう痛い。バカみたいに痛い。バカみたいに痛い。左と右だと左は そこまで痛くないですか？どっちも痛い。あ、どっちも痛い。右の方がより痛い。はい。はい、ここですかね。首の方はどうですか？右、痛いですね、左。なんかこの間ヘッドスパ行って結構丁寧にほぐしてもらったんですけど。はいはいはい。それでもこんな痛いのかって。はい。左と右で比べるとどうですか？首は痛み、うん、右の方が痛いです。右の方が痛い。はい、ふくらはぎもありますね。
ぐらいはどうですか、押されて痛みありますか。痛いっていうか、くすぐったい、くすぐったい感じがある、はい、くすぐったさ、どっちの方が強いっていうのありますか。あ、やっぱ右でしょ、ね、右の方ですね、はい、ゆらしやってきますね。やっていく中で何か痛いとか気持ち悪いとかあるようでしたらおっしゃってくださいね。じゃあ揺らしましたので、ちょっともう一度チェックしますね、痛み、はい、どうでしょうか。あ、さっきよりも、はい、大丈夫、和らぎました、はい、はい、痛み和らぎました、はい、首の方も見ますね、どうでしょうか。あ、うん、首なんかもう全然痛くないです、はいはい、痛くない、はい、ふくらはぎの感覚見ますね、同じように押してますけれども、くすぐったさどうですか。ないです。あ、くすぐったくなくなりましたか、はい、はい。足の長さ見ますね、はい、揃いましたね、はい、さっき こういう風になってる感じだったんですよ、割と右が短かったんですけど、まあ、今だと同じ感じ、ただやっぱこう足首の硬さ感じますね、あ、うん、足がやっぱりこう返しがちょっとしづらい感じとか、はい、回した時にここ内側に入っちゃう感じなので、はい、外の方にちょっと行きづらいですよね、すごくね、うん、この動きが返っていかないですよね、痛い、痛いですね、ちょっと詰まってるのでパキパキって言いましたね。どっちかっていうと左の方が動きの悪さは
うん、よりあるかなって感じですね。左の方がなんかパキパキパキ、うん、パキパキ音鳴ります、うんうん、右もねちょっと今ここかかとのあたりとかすごく硬いとかちょっと冷たいなはあるんですが、うん、そうですね、なんか足首の動きでいうと左の方が良くなかったですね。はい、痛い足裏痛い、すごい気持ちいいなってモードだったんで、はい、びっくりしましたね。部分的にちょっと痛い場所がここの辺ですかね、痛いのね、すごい痛い、すごい痛いね。すごい今軽くでしたけど右ちょっと比べてみましょうか。さっき左で痛かったのこの辺りなんですけど、うん、右は大丈夫そうですね、うん、こっちは分かった、だからやっぱりその違いますね、足裏の状態っていうか、その辺の、だからね結構内股なんでね、あのそもそも、うん、それは、まあ、ちょっと良くないっていうことであるんですけど、ちょっとこっちもね硬いんで痛いと思うんですけど、はい、大丈夫ですか。さっきの足裏に比べたらもう多分何でも耐えられるから、いやでもさっき軽い力でもね痛がってましたもんね。そうなんです、ちょっと今妄想してたんですけど一気に目が覚めました痛いね、こっち側も痛いですね。やっぱあの猫背になっちゃってるんで、はい、この胸、ここ胸なんですね、胸のリンパとかに関するとこなんですけど、やっぱこの辺良くないですね。はい、でまあ、こっちのちょっと高い位置だったんですよね、やっぱり肺とか関係するところになるのでこの辺りとかも。はい、だからちょっと今姿勢がで指先非常に硬いですね。で首から上、あの胸部から上に関して特に良くないのかなって感じがあります。硬さがすごいあるんで、これ指ちょっとね広げてあげたりしとかないと、はい、うん、やっぱりあのこれだけ硬い状態になってると、そのせいでやっぱりこう足首にも負担かかったりしてるんだと思うんですね。なんか自分でも言った方がいいですね。やった方がいいですよ本当に、うん、それはそうですね。あ、足先冷えちゃったりしますからね、はい、この硬い状態でいると、あとやっぱりこれが動くことによって、うん、あのあれですね、こう上の方のに血流戻す作用とかも働いてくれたり、うん、分散してこう足裏の負担を減らすとかにもなるんですけど、やっぱりこれがないと結構足になっちゃうっていうか、はい、足の疲れとかも出やすいですし、うん、はい、やっぱりこの指先っていうのは首から上に連動してるというか、反射区的にはそうなってるので、まあ、そういった部分に不調が出やすいっていうかなってきますね。痛いですね。手汗が一気に非常にね、この指先っていうのは経絡的にも大事な効果のある場所になるので、やばいやばい、ちょっとつったりしそうな感じがありますねやってるとね、湿布貼ってる場合じゃないぐらい痛いですね。ただまあこれこっちからやってあげることで歪みとかも取れやすいので、体の全体的な、はい、まあ、ものに効いてくるので、はい、でこれやってあげたら多分今の方がほら行きやすいですよね。あまり良くなりましたよね。
うん、指先硬いと力も入りやすいんですよ。うん、うん、だからあので足先が状態が悪いってことは自律神経全般調子悪くなりますので、うん、やっぱりストレスなんかもね抱えやすくなっちゃうので、うん、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.